節を感じずに毎日を何気なく過ごしてしまう気がする。入学式、七夕、プール、昆虫採集、雪合戦、ひな人形、それらを意識しなくなってしまった自分。しかし、ふとした瞬間に季節を感じる時がある。それはそれで良いんじゃないかと思う。そんな日々、20代の四季をマリンバの音色に乗せて商品にまとめてみた。里帰り、嬉しい知らせとともに、親不孝な僕は両親の待つ生まれ育った町へと帰った。優しい色の桜が半分散って、あと1週間もすればきれいな緑色が一面に広がることだろう。だが淡い白と緑が相混じったこの風景にこそ春を感じる。Thank you.
癒し、空気が徐々に徐々に冷たくなっていく。冬が近い。コーヒーを一口すすると自然とため息が出た。ため息の中にノスタルジーがたくさん含まれている気がする。冬が近い。早く帰ろう。